月末になるとゆうちゃんは薄い給料袋の封も切らずに、必ず横丁の角にある郵便局へ飛び込んでいくのだった。仲間はそんな彼を見てみんな貯金が趣味のしみったれたやつだ。飲んだ勢いで嘲笑ってもゆうちゃんはニコニコ笑うばかり。僕だけが知っているのだ、彼はここへ来る前にたった一度だけ、たった一度だけ悲しい過ちを犯してしまったのだ。配達帰りの雨の夜、横断歩道の人影に、ブレーキが間に合わなかった彼はその日とても疲れてと、人殺しなんかを許さないと彼を罵った。被害者の奥さんの涙も足元で、彼はひたすら大声で泣きながら、ただ頭を床にこすりつけるだけだった。それから彼は人が変わった、何もかも忘れて働いて働いて、すぐなり消えるあるもないが、せめてもと毎月あの人に仕送りをしている。今日ゆうちゃんが僕の部屋へ泣きながら走り込んできた。上げながら彼は一通の手紙を抱きしめていた。それは事件から数えてようやく七年目に初めて、あの奥さんから初めて彼宛てに届いた頼り。ありがとう、あなたの優しい気持ちはとてもよくわかりました。だからどうぞ送金はやめてください。あなたの文字を見るたびに、主人を思い出して辛いのです。あなたの気持ちはわかるけど、それよりどうかもあなたご自身の人生を元に戻してあげてほしい。手紙の中身はどうでもよかった。それよりも償いきれるはずもないあの人から、返事が来たのはありがたくてありがたくて、ありがたくてありがたくて、神様って思わず僕は叫んでいた。彼は許されたと思っているのです。来月も郵便局へ通うはずも、優しい人許してくれてありがとう。人間って悲しいね、だってみんな優しい、それが傷つけあって構い合って。